1847年に出版されたスノッピーエッタの英語訳版の挿絵古代ロシアの装飾品に描かれた世界樹世界樹とはインドヨーロッパ、シベリア、ネイティブアメリカンなどの宗教や神話に登場する世界が一本の大樹で成り立っているという概念、モチーフ。世界樹は天を支え、天界と地上、さらに根や幹を通して地下世界もしくは冥界に通じているという。 世界樹神話の例として、ハンガリー神話のアズ・エイ・ニグ・エイ・ルファ、中力神話のアーチュアナ、モンゴル神話のモドゥン、ゲルマン神話のユグドラシルやイルミンスル、スラブ神話、フィンランド神話、バルト神話のオーク、ヨルバ神話のイロコ、中国神話のダテキ、ヒンドゥー神話のアクシャやバタなどを挙げることができる。北欧神話では、13世紀のフルエッタやスノリのエッタで、 すでに世界中ユグドラシルが言及されている。どちらにおいても、ユグドラシルは巨大なトネリコの木であり、世界の中心に生える神聖なものであるとされている。ユグドラシルの枝は遥か天高く伸び、それを支える三つの根は遥か遠い世界へとつながって、それぞれウルズの泉、フベルゲルミル、ミーミルの泉に至る。アース神族は毎日ウルズの泉で法廷を開く。ユグドラシルの中では、 地下、団員、フレースベルグ、ラタトスク、ニーズヘッグといった生き物たちが暮らしている。学術的には、ヨグドラシルという語は、ミーミルの木、レーラズ、ウプサラの聖樹との関係が指摘されている。北、アジアやシベリアの神話、民話にも、世界樹が登場するものがある。サモエードの神話では、世界樹はこの世界と、地下世界、より髪型の世界を接続する役割を果たしている。 また世界樹はサモエードのシャーマンたちに対抗を与え、彼らが異世界を旅する手助けをしている母なる自然のシンボルでもある。また、モンゴル系民族やトゥルク系民族の天狗利信仰の中にも世界樹のシンボルが含まれていることがある。また、朝鮮半島三国時代初期の白木では、周辺国では見られない樹状のデザインの冠が用いられた。このことは、 世界樹観念を持つシベリア、またより西方世界と白木王国の関係性を推測する説の根拠の一つとなっている。先コロンブス期のメソアメリカ文化における宇宙論では世界樹は重要なモチーフとなっている。マヤ文明のパレンケ遺跡にある十字架の神殿は、マヤ遺跡の中でも世界樹が建築の参考とされたものとして特に研究が進んでいる遺跡である。 世界樹は四方くらいで具現化され、さらに中心に弱え世界の中央世界樹が存在しており、これが地下世界の平原と地上世界展開を結ぶ世界軸となっている。各方角や中央に世界樹を置く図像は、マヤ文明、アステカ、イサパ、ミシテカ、オルメカなど数々のメソアメリカ文化圏で、少なくとも変年中の形成期中期。 後期以降に共通して登場するイメージである。マヤ文明において、チラン・バラムによれば、世界樹は、聖馬の木に否定されている。また木の幹は立ち上がったカイマンの棘だらけの道で、表されることもある。また、各方角の木は、メソアメリカ歴内の四つのイヤベアラー、方角色、神々と関連している。ドレスデニエ文書、ボルジアエ文書、 フェイエール・バーリ・リマイヤーへ文書といったコデックスにも、こうしたシステムの概説が載っている。実際に、メソアメリカの遺跡や儀式の中心では四方に木が植えられていたと考えられている。世界樹は、その枝に鳥を乗せ、ネガ地面もしくは水中へ伸びる形で描かれていることが多い。また、地下世界のシンボルである水の怪物の上に描かれることもある。また、 中央の世界樹は天の川を描いたものであるという解釈もされている。イサバ第五石碑にも世界樹の描写が見られる。アメリカ大陸土着の文化の多くに共通して思考性を持ったテーマが見られるが垂直方向の思考性を示すものとして世界樹がたびたび登場する。ただしそれが何の木であるかまでは統一されておらず、その文化圏の置かれた 自然環境によって様々である。温帯では、逃避族の樹木に否定されることが多く、それ以外では、聖場の木を取り上げる地域もある。いずれにせよ、世界樹が宇宙論的な各方学の地を結びつけているという概念はおむね一致している。イラン・マーレックで発掘され、イラン国立博物館に所蔵されているリトン。二頭の翼を持ったお牛が世界樹を守護している。 ペルシア神話ではガオケレナとも呼ばれるハオマの木が宇宙の生命の存続を保証する樹木であるとされている。また治癒の特性を持つバストフマクという別の世界樹はすべてのハーブの種を記憶し悲しみを打ち破るという。イランの芸術では世界樹は一般的なモチーフとなっている。ラトビア神話でも夜明けの木と呼ばれる世界樹が信仰の中の重要な位置を占めている。 南アジアでは、アシュビッタやカルパブリク社の信仰が、色濃く残存している。旧イギリス領インド発祥の新宗教ブラーマ、クマリスにおいては、世界樹は、カルパの木もしくは、人類の木として描かれる。創始者のブラーマ・ババと彼の信者たちは、世界樹の根として表現され、幹が引き裂かれたの宗教の創始者たちが現れるまで、生神として2500年間を楽園で過ごす。 最後には宗教の分裂やカルトやセクトが声だとして出現し鉄の時代の終わりを迎えるとしている。一部の学者は進化生物学の観点から世界樹という概念が人類の思考の中に元から備わっている可能性を指摘している。というのも人類の祖先は約6000万年にわたり生きのえで生活しており、 その時代の彼らにとっては木々こそが世界のすべてであったと考えられるからである。そのため、この世界は巨大な木でできているのだという集合的無意識が現在の我々に至るまで残っているのだというものである。ありがとうございます。